の、ヘイセイフラミンゴ。ヒトです。リホです。そしてヨウト。ユウト。ユウト。ゲイガー。アミリリー。ゴルです。アミリリー。というわけでね、もう何日目なんでしょうかね。わかんないです。何日目かな。まあこのようにですね、今週1週間、はい、コムミンゴウィークをさせていただいてるんですけれども、はい、今日は何をやっていくんですかということで、はい、コムドットと一番最初に出会った時、ドッジボールで対決したじゃないですか。すいません、素晴らしいです。前回結構悔しい思いしましたから、うんうん、コムドットで負けてるんですよ。負けてる。そう、私たちなんで、うん、ちょっと得意競技を持ってきました。はい、それで今日はコムドットをね、倒していきたいと思います。はい、はい、いつも仲良くしてくれてありがとう。でも今日は倒すよ。マジバドミントン大会。大会なんだ、大会。なるほど、ね、大会よ。倒すみたいに言われたけど、大会ね。大会です、大会があるんだ。とっても簡単、バドミントンのルールです。で、戦っていただくのは私2人。私たち2人いる。ワイの2人。私たち2人と222を作ってもらいます。はい、はい、で、やっていく。うん、はい、で1人2周走るってことですか。そう、そう、1人だけね。じゃあ、どのペアを組むのかっていうのも大事になってきますから。そうですね。はい、そうね。はい、ヒューガとヤマトペア、ユーマとユーユーペア、ユーユーペアで、あっちゃんとヤマト、ヤマトが2回。これやっぱ下馬評で俺運動神経悪いみたいになっちゃって、なんかそういうトレーダーが期待されちゃってる感がムンムンなの。この中いっぱいスタッフさんとかもいて、いや出ないんだよなバドは。いやバドはね、バドは出ないんだよね。確かに、あれなんかもっと怖い球が飛んでくるときに。そうだから、サッカーとかやらせてくれたらすごい面白くなるんだけど、バドは普通にできちゃうから。あ、できちゃうの。そう、できちゃう。あ、じゃあいいじゃん、逆になんか俺はできるぞっていうところをさ。じゃあやっていきますか。はい、それではいってみよう。はい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 。でもルールは何点マッチの何点数。じゃあ7点マッチです。7点マッチ、はい、戻ってきながらです。あれですか。はい、じゃあ7点マッチ、はい、7点マッチ、はい、これヤマト、じゃあ全員防衛じゃん。怖いのか。ああ、はい、そしてコートが緑の線で、はい、3ピザ1回まで、2回目にミスっちゃったらポイントになります。はい、2回目成功すれば OK です。はい、スポーツマンスットのストローで。お願いします。もういい、もういいの。行きましょう。これで勝っちゃえばもう動画は終わりやった、ね。いや、終わりですよ。これで落としちゃう動画。はい、もう始めていいですか。はい、あ、いいっすよ。あ、ちなみにごめんなさい、ルール1つ、はい、お願いします。対角線上に行ってくださいね、サーブは。あ、そうです。はい、ここの中ですよ。待ってるよ。よろしくお願いします。プレッシュどうぞ。プレッシュ手加減すんなよ。マジで手加減すんなよ。いきます。はい、なるほど、出かけた。いけ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 。すいません、見すぎました。まだ焦るような時間じゃないから。ごめん、ヤマト、ミスっちゃった。全然ない。ごめん。おい。あ、いけいけ。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 
見えてたでしょ、今羽根。いきますか、よ、頑張る、いけよ、いけ、ふる、おい、得点数えてるやついる？5人です。 OK、 あ、5人は余裕だね。こういう時はあっちゃん絶対数えてる。 OK、 いくよ、あ、やめー！
ないぞ。頼む、絶対入れるやんに。はい、黒胡椒だ。では、ブラックリストブラックリスト、気をつけなさい。
はい、いきます。Okay.
真剣勝負。いいですね。ヒーフぜ。よしよし、行くぞ。おい、はい、ゆうきだ。今のはミス、今のはミスの方、今のはミスだよ。変身じゃないよね。セットしてたやつだよね。ごめんごめんごめん、ミスミス。オッケーオッケー、申し訳ない。火引くぜ。よし、はい、おい、行きます。行ってやる。おい、マジで切れる。よっしゃよっしゃ。5点。いいよ。おい、そんな感じあったんですか。大変しない。きまーす。きなよ、ベイビーボーイ。ゆうでよ、ゆうでよ、ゆうでよ、ゆうでよ。あああああああ、大丈夫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 。今いけた、いけた、いけた。元気派。やろうか、じゃあやろう。燃えたぎる、さっきお願いしてもらったやつ。さっきの試合はカットです。よしよしよし、じゃあさりげんじ、こうこうこう、じゃんけんで後編いきましょうよ。あー、いいや。じゃんけんぽい。はい、どっちがいい。先行でいいや。お、よーし、よしよしよし、お願いいたします。お願いします。いきますよ、いざ。はいはい、よし、オーケー。はい、あと2点だよ。5対3だよ。5対3、全然だ。
行くぞ。はいよ。切るな。オッケー。自分で言うとダサいぞ。それは2人はフル試合出てるからしょうがないっていうのは視聴者の人のカバーであって自分たちで言うのはダサいぞ。いやいやいや、は2試合見させられた俺ら3人の気持ちになれ。確かに忘れてました。どうしたの？ちょっと鼻に虫が入って気になっちゃって、ごめんなさい。マジで？はい、じゃあどうします？うちの3人と。あ、まとめてかかってこい。あ、そうですね、まとめてかかってこいって感じ。はい、やめられすぎやろ。腰重いっすよ、僕たち。あ、全然いいっすよ。いや、腰重いんで結構頼まれないと動けないですよ。やる？まあ、動画的に、あの人たちがクソ雑魚っていうので終わるんで、別に私たちは全然。じゃあ、エンディング撮っちゃいます。OK、はい、伸びると伸びるで、こっちの編集が大変になっちゃうんで、エンディングで終われるか。ありがとうございました。一旦カメラ全部切っちゃってきた。いや、ほんと注意です。はい、はい、お願いします。お願いします。お疲れ。どうしたんだ？あ、なんかあれじゃない？チャンネル登録お願いします。やりましょうか。お願いしようか。やろうか。お願いしよう。プライドだけ残っちゃってるパターンだ。まあ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 、やらせてもらえたりします。そういう感じで来る。それの情報だね。質問系で。ちょっと考え。3人でもいい。はい、いいっすよ。じゃあ やろうか。お願いします。やろう、うん、あ、俺ら手伝いのままでいいっすよ。おぉ、そんな声投げると思ってないやん。ユーマだけゾロみたいになっちゃって。頑張れよ。ちょっとじゃんけんぽい。はい、こうでしょしょしょ。あ、結構ズルされましたけど、まあ、こういう人で全員前にしてる。もうユーマでよく全員行って高さ見せるわ。おぉ、だからちょっと後ろのやつはフラッとしてる。失礼な。いいよ。まあいいや、これ当たるとあれだからね。アウトですね、アウトですね。はい、1-0。さあ、私も結構希望を感じてきている。おー、よし。
初に伝えるな。マジで勝ってコムドットで勝ったみたいにしたよ。ゆくぞりんに。どうぞ。まあ、リンリンは私ですよ。すいません。ユーマ、もうそういうミスに対する笑いがないっぽい。ユーマ盛り上げることもできなかったね。あ、攻めすぎ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 。技名とかで言う技名。ユーマ頑張れ。ナイトミアタイム。あ、来た。ナイトミアタイム。悪夢の時間ですよ。悪夢の時間。あなたたちの視界を遮ってやる。おっと、どんなのが来るんだ。ライトミュータイム。あー、はいはい、入ってないよ。まあ、ルール知らない。どうやらルールを知らなかったようだ。あ、じゃあもう一回やりますか。いや、もう一回。あ、ルール知らなかった。はい、このライトミュータイムはルール知らずにライトミュータイムとか言ってた。怖い先輩。怖い先輩が。怖い。ライトミュータイム。まだってる。あ、違う。行け行け、マッチポイントです。ね。おー！あー！
うわよく当てたのに、もうジャークすぎだろ今の最後。お前が当てたパーで勝てますかね。負けたのにこんな自信もそうですね。でも多分自信出てるからね。調子いいから。なるほど。五点とかにしちゃえばいいんじゃない。確かに。あ、五点ね。じゃあ五点で。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いきますよ。いいですか。はい。開始。目標のようにない。ハーブのように刺す。それがいい。見た。じゃあ、りほちゃん、前に走ってくるとき絶対強いから行くわよ。おい、飲まれるね。飲まれるわけにはいかない。うちらはプリキュア。ダメ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 。ほいっ、こんなに体幹の強さ。めちゃめちゃいいサーブだった今。いい鋭利なサーブだったよ。新しい技を得得してしまったよ。ダークスプラッシュ強かったんですか。まあ、やっぱりこうゆうたくんとひよがくんっていうところが、まあまあまあ、本当にかなわないところだったなっていうところですね。あれ一度勝っ、いつも勝ってないと思うんですか。一度も勝ってない。一度も勝ってないですね。いや、悔しいですね、はい、この2人には本当にストレートに負けたっていう感じで、はいはい、本当に強かったなって、うん、尊敬するなっていう気持ちですね、はい、あとはやっぱ、まあ、でも自分の弱さをこう受け止めていた2人っていうのがすごい、はいはいうん、やっぱダメだったなってこう、うん、なんかこう、うん、次に行かせる感じ、はいがすごい出てたんで良かったかなって思います。一、はいまあ、人なんかこう弱いのにもかかわらずこうすごいでかい人が一番体を大きく見せる。体を大きく見せてる、ね、動物みたいななんか大きく見せてる。いや結構乗ってたんですけどね。うん、いや、うん、いやでも全員すごい上手かった。上手かった。動画終わったらもう一回戦いたいもん。ねやろうやろうやろう。マジすげえんだよ。女の子でこんなできる人いない。うん
まあまあまあそんなこと言わなくても。はいはい、ちょっと痛いやろ。怖いなみたいな。文字が原因で怪我みたいになる。はい、ということで、まあ、これからも多分いろんなスポーツをみんなでやっていきたいなと思っておりますので、はい、みんなで思い出作っていきましょう。はい、いやバスケがね、いやバスケはちょっと、バスケはちょっと無理だよ。バレと、バレやりたい。はいはいはい、やるやりましょう。はい、ということで、コムミンゴウィークはまだまだね、はい、続きますので、はい、コムドットとヘスヘラミンゴのチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではバイミンゴー。